なとです。はい。ということで、今回はっていうか、まあ、2020年はもう残りわずかですね。本当にあとちょっとしかない。はい。ということで今回は2020年の振り返りをちょっとね少ししたいと思います。それではレッツゴー。まずはですね2020年のコラボというか大人気 YouTuber さんのチャンネルに出演させていただいたんですけど、それはもう本当に思い出に残ってますね。ちょっとねじゃあせっかくなんでその思い出に残っている VTR をどうぞ。これも走れますね。はい、頑張ります。逃げ切れる？絶対に切りたいと思います。じゃあ頑張ってきます。ゴー。先生、私は最後まで逃げ切れるように頑張ります。使います。使います。今は本番って言われたので頑張ってきます。はい、いかがでしたか？もう見て分かる通りフィッシャーズさん第2回100分間鬼ごっこの時の動画ですね。うん、めっちゃ楽しくて、もう本当にフィッシャーズさんちっちゃい頃から見ててフィッシャーズさんのチャンネルに出させていただいてるっていうことが光栄ですね。ありがとうございます。もうねめっちゃ楽しかったです。最後、結構終盤の方まで生き残ったんですけど、ちょっとね最後の方でネクロードさんがいないよってかばってかばなんかかばう感じ助けてくれたので、まあ、結果的には捕まっちゃったんですけど、でもね、アニクロードさんが助けてくださったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。え、すごい楽しかったよね、あの時。めっちゃ楽しかったです。今日はちょっとひなたちゃんにサプライズがあって、なんとフィッシャーズさんからプレゼント届きました、ひなたちゃんに。マジですか？そう、それはね、こちらです。大きい。え、これ何ですか？なんか宝箱みたいな。なんと、フィッシャーズさんから動画も届いてます。やば。え、ほんと？どうぞ。どう、フィッシャーズです。ザロモトキマサイナホメリークリスマス。はい、フィッシャーズからのクリスマスプレゼントです、うん、この宝箱の中には一体何が入っているのでしょうか？気になるね。はい、開けちゃいますよ。今年はお出かけするのがねちょっと難しいんですけど、うん、この宝箱の中にあるものでお友達とそして家族とおうち時間をねゆったりと楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか、うん、はい、皆さんこれからも一緒に YouTube を盛り上げていきましょう。よろしく。じゃあ皆さん一緒にせーの、アデュー。盛り上げません。何かな。え、メリークリスマス、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。やば、中身はすごいなんか楽しいものって言ってたんですけど、めっちゃ気になります。え、ちょっと早速開けてもいいですか？どうぞ。オープン。私の大好きな人生ゲーム。え、これすごいよく見るとここにフィッシャーズさんのイラストが描いてある。すごっ。え、早く遊びたい。フィッシャーズさんありがとうございます。え、一緒にやりませんか？うん、やろう。やった。はい、ここにフィッシャーズさんのイラストが描いてあります。裏はこんな感じになってます。めちゃくちゃ盛りだくさんに書いてあって、え、これすごくない？めっちゃお札はメンバーのサイン入り、あとはいろんな YouTuber さんのカードがあります。ここにカードがあるんですけど、これは鬼ごっこカードって言って、この中になんと私も参加させていただきました。あ
ありがとうございます。だって15枚の中にいるんだよ。光栄です。ありがとうございます。おー、鬼ごっこカード私がいます。すごっ、めっちゃ嬉しいんですけど。はい、では準備ができました。はい、マネージャーさん、そういうのやばい。もう正面向けないでどうしよう。かわいいでしょ。ちょっと緊張します。恥ずかしいですね。すごく恥ずかしいです、世間に。じゃあ好きだ、早速やっていきましょう。いきましょう。急にテンション。急にね。最初4、いいですね。1234、恥ずかしい日記を母親が熟読していた。1000ウオタミドル払う。払う払う、初っ端から1000とかじゃない。ウオタミドル回収されました。シュンシュンシュン。まあ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 、後から番外できるので、うん、いろいろ払って4とかやめてね。7、結構進む。1、2、5、6、7、校庭ではしゃぎまくり制服がボロボロになる。1000ウオタミドル払う。はい、私も。はい、もらいました。今同点だね。じゃあね、同点ですね。ここにね、マークがついてるから、ちょっとチャレンジカードを引きたいと思います。コンマ0秒チャレンジ。スマホのストップウォッチを使用。ストップウォッチを動かし、一番0秒に近いタイムで止められた人が3万ウオタミドルをもらう。じゃあ私からやりたいと思います。いきます。 0.11 秒。すごくない？集中。マネージャーさんが 0.14 っていうことは、私が3万ウオタミドルを。ショック。いただきます。3万、あざーす。嘘、マジじゃないです、本当です。あ、で次からスキルゾーン入るんだけど。 3、スキル天然を手に入れる。気に入ればスキルカードを取り、給料をもらう。ちょっとやめとこうかな。まだこういうの狙います。そうだよね、ちょっとやめます。しきた。お、1、2、3、4、5、6、撮影編集スキルを手に入れる。これ、おお、めっちゃいいじゃん。めっちゃ高い。やばいやばい。撮影編集のスキルゲット。これも勝てる気しかしませんね。やばいな、これで逆転されるパターンもあるから。3、1、2、3、100分間本気鬼ごっこ。巧妙に隠れた日向さん。私、すごくない？ねえ、登場しました。日向、自分で日向さん。日向を野生の缶で発見する。21000ウオタミドルもらう。21000でかくない？はい、自分の鬼ごっこカードいただきます。なんか自分が自分のを持っていて、ちょっとなんか変な感じですね。めっちゃたまたま当たったってすごくないですか？ね、すごい。それ欲しかった。1万人鬼ごっこで世界記録を達成。場にある好きな鬼ごっこカードを1枚取り、4万ウオタミドルになる。シャッ、迷う。課金さんにします。何度かお世話になっているので、すごく大好きなので課金さんにしました。おーい。ゴール。5万。
金額の方を今計算できたので紹介したいと思います。ちょっとじゃじゃん、15万2000ワタミドル、イエイ、じゃじゃーん、くない35万1000ワタミドルです、イエイ、負けてしまった、イエイ。なんか勝ち負けとかもあるけどさ、普通に途中めっちゃ楽しいよね、うん、なんか鬼ごっこカードもいろんな YouTuber さんいて、すっごい豪華ですよ。こんな豪華な YouTuber さんの中に入れて嬉しいです。はい、すごい楽しかったです。またやりましょう。ね、楽しかった、ありがとう。はい、今回はゲストのマネージャーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、フィッシャーズの皆さん本当にありがとうございました。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ、バイ。